オールドローンも入れて A サイト、かなり速い攻めとなりました。牧場のシェリフ、牧場かなり先行してますね。ここはヘッドショット、牧場ラスト落としていきます。 D ボックスも1人は落としましたが、4対3、いや3対3、ちょっと危なかったですけどね。牧場が落ちてしまうと多分この攻め崩れていたので。さあここはお互いのトキシックスクリーンが交差します。ユーバックショックボルト、さあ竹地へのカバーが狭い。トキシックスクリーン抜けてきた、ワンオツどうだ。クロは1人倒してワンオンワンを狙うか。抜けていく、さあワンオンワンになりましたが、 G ボックス解除しているぞ。ハーフ取り切った、セリフのヘッドショット、ファーストラウンドマーシャル、トキシックスクリーン明け、カリン来ましたね。竹地へのセリフ、人数差は 3-on-4。ここでシーカー早いな、竹 J のシーカーがすでに上がっている、驚異のスピードです。あ、確かにこのマップオーブかなり A が取りやすいですからね。アタッカーサイド、スーパースライム、武器はマーシャル、ヘッドショット。ここはダンスが刺さりながらも交戦しましたが、クロお互いのマーシャルの音、うん、お見事。最後はラズのマーシャルでした。セカンドバイ成功。メイジパンクマーシャルの音が鳴り響きます。ファーストブラッドはレイター、引き返しましたね。今度は G ボックス、セカンドラウンドの接触晴らしていきました。さあこのエルボーからの U マック、かなりオーバーピック気味に見えますが、先ほど同様やはりこの中央ドアが開いてるので A が手薄になってますね。うんとだ、入りは見えましたが、ここは落としきることができません。さらにはディスの位置をバレてしまう。ショックボルトも抜きますよね。飛び出しましたが、そこには竹地へのガーディアン、ラズもマーシャルでキルを取っている。残ったのはレム、そしてユーマック。押しもこのマップは A から B のアクセス両方時間がかかりますからね。他の情報はちょっとつかみきれないかな。ここは A ショップスローでプッシュしていきます。そこには竹地、ただショップに入ってる情報はないか。うーん、この M、 さあ問題は3人目、全部処理した、負けません。竹地本日もエイムルのレア絶好調。そしてシーカーで残った2人の位置もゆっくりと上がれていきます。強いレーターで、そして竹地の HP も残り少ない。あ、ラズがラークしてもうエリアを取りに行ってますが、そこもスーパースライムのオーディンですか。 B をオーディンで守るんですね。さあここはレムのオペレーターが A サイト控えています。これゼータディビジョン、攻めますね。レムオペレーター前に出たそうな顔をしているが、ここは G ボックスが落としていく。オペレーター外してしまった。ここはレイター、オペレーターを拾います。これはチャンスですね。ここで遠距離積極的にレイターが置いて、その間に設置すると。ただアイシクルコンクリフトとしてもオペレーターの射線顔は出しません。横から来た、置いているスーパースライム、これラストの位置は分かってますからね。クロヘッドショットをするも、横から G ボックスが迫る、的確です。早いですね本当に。まあ、U マックの位置が悪い、そしてバイパーズピットを打ち込んでいった。データの位置が気になりますが、いや U マックいい立ち回り、無理しない。さらにはニューラルセット、ラズがダブルキル、うん、バイパーズピットを抜けての前に出るような動き、うん、このエイム。さらにはメタルドアを開けての外しません、ね、狙っているぞラズ。エースが見えてきたが、その先にはレム、エースは許しません。だがカバーが早い、いいテールウィンドだ。ガイディングライト食らっている、クラウドバースト、これはきついですね。おっ、なんとか一人倒した、よく落としきりましたレム、よかったと嘆いていましたからね。狙っているぞレーター、見えた、本日初の、なんて言ったらいいかな、たまに結果的にエコラウンドですし、ジェットブレードソーのジェットにキルが集まったのは、強いて言えば、まあ、アイシクルコンクリプトからしたら救いじゃないですか。アルティメットがまあたまらないという点ですよね。そう、おそらく竹地に集まるよりはまあは、ましたね。ここはラズとスーパースライムが打ち合うような形となりました。そこにはレムのカバー、1-1交換となります。ウッドドア越しにユーマック、結構 A 詰めバレてる可能性が高いですが、竹地ガイディングライトを入れて抜けていった。ただ G ボックスダブルキルで返しているぞ、フリッジ側から 2-on-2、 レイター動き出しましたね。
Gボックスが重要か。バイクを設置。まだタレットは生存している。レイタがミッドから来ないのを今視認したので、ぐるっとまず下がりましたね。ここは AK 部からの裏取りになります。サイトない。いや、クローは時間を稼ぐ立ち回りです。これハンターズフィールもありますが、ここはサイト内で粘る動き。ファントム残り1名。もっとレーダーを先に倒した。ワンオンワン。クローの位置分かってますからね。分からなくなりました。いやー、来た。お得意の時間稼ぎモードだ。時間を稼がれる。ここはクロー、うん、サイトからは熱い射線が通っている。ラズタケジェ、リス、ラズ落としている。レータルオペレーター、そしてタケジェ、いや、誘惑ダブルキル。ワンワン、うん、ここは泣きます。尾行を構えているが、スローでタケジェ。スローをどう止めるか。ライディングライト抜けていく。食らってしまっている。抜き切った。タレットなどお構いなし。おっと、ここはナノスアーム。ナノスアームでダブルキル。さらに横からスーパースライブ。これラズ1バレてますね。ラズのワンオスリー。メタルドア残り、ここっきりですね。中央、ここは G ボックス、うん、このラウンド取りバイパーズピットを切っていく。先ほども見せましたよ。レム、ブレードストームで面白い位置に入っているが、ここはラズ。さらにはニューラルセフト。バイパーズピット。グレネード展開。カウントダウン開始。おお、ここで切っていきますね。当然ハンタースピードを返す。そして横からレータのオペレーター、さらにはブレイドストーム。本日絶好調のブレイドストーム当たってますね。デルイの前にガー。ここはディス、ただワンワンだぞ。レム落としてのクロー、いいリコンが入ります。トキシックスクリーン越し、さらにはショックボルト、ガイディングライトで抜けていく。タケジェ A でキャリアダウン。さらにはシェリフ、勢いが止まらないぞ。タケジェまだいか、止まらない。ここは G ボックス。あ、十分時間稼ぎできて、設置もできてません。横から巻き場、データがすでにエルボーまで取っている形。シェリフキング、ここは G ボックス返していきます。ただタケジェのバンダル、しかも2人で置いてる。武器はシェリフ2丁。待ち構えている G ボックス、腕が見えた。ヘッドショット、もう一人巻き場。 G ボックスのいい反応。これはスムーズに B 取りでしょうね。2人も倒せたんだったら B は空いているという判断です。さあ B バックに2人が入り、ディスが設置完了。さらにはロックダウン持っていきました。そこまで入っていく。これはパーフェクトラウンドを狙っていますかね。このラウンドアイシクルコンフリクトとしては武器を購入しているラウンド、できる限り削られたくない。ラズが大回りしてるんですよね。ユーマックはそこを見て、足音は聞こえている。ないですね。窓のユーマック外しません。ヘッドショット。なんならこれで武器も拾いたいですが、届くか。あ、取りに行きますね。サイバー刑事、窓下にいるスーパープライム、落としていく。まあ音鳴りましたからね。2オン3、削る動きをしたいのはゼータディビジョン。そうですね。相手が引いてくるところ。最後の一人だ。うまい。なんだこの M は。ADS ファントムでのエース。データオペレーターを所持している。テリンドでエントリーはしましたが、ファイト裏タケジェラズ、さらにはクローが控えている。いや、先ほどのこうカウンターですよね。このアビリティのライディングライト、お決まりの形。残り1名、一気に残り1人。パーフェクトラウンド。どうやって抑えるかを、おそらくこう今までのスクリームでもまだ学べていない部分なのかもしれませんね、はい、ちょっと対応ができていない状態になってますからね。レモン逃げれないが、 B 側巻き場、トキシックスクリーンを抜いていきました。バイパーズピットを使ってのプラント、柱裏鉄成功。いや、こうなると体力は少ないですが、レムの立ち回り重要かもしれません。4対5、ディスどこでバリアをぶつかるか。ここは B 面に引いていく動き。ただ中央レム落としている。このタイミングで竹下で出てくるとは思いませんでしたね。さあリテイクが始まりました。 B メイン、バイパーが落とされる。バイパーズピット解除。 G ボックスマーシャルで1キル返しているが、クローが進行していく。クローが止まらない。トリプルキル。お、ルイダが一瞬死にした。グラビティエルからテルインドはありません。レータ、シェリフ、さらにはタケジェ。オーバーヒーローしているタケジェ。さあタケジェがどれだけあそこで削れるかどうかです。ヘッドショット、スパイクドロップ。時間かけてますね。さらにはスポーン側からのパラドイヤ。一気に攻守が逆転した。ロボタラレム、武器はシェリフ、アビリティはありません。
やー、残り時間13秒。設置時間ないですね。ガイディングライトを抜けていく。いや、徹底してる。タケジェ、タケジェ。ファーストブラッドはレーター。だが、浴場でレムが取り返している。タケジェ、ただどうだ、これは。シンカーを切る。ここはプラント。だが、奥にはクロー。さらにはショックボルト。トキシックスクリーンが消えます。ガイディングライト。そうですね。タイミングが完璧だ。残ったのはレム。いや、あとは人数で抑える。ジャンピークもいるじゃない。残り HP が4。敵の数も4。まあ、もうバレてますからね。一人につき 1HP しか使えません。1削る術がないので、何か当たればまあ4ですよね。いやー、徹底しています。ゼータディビジョン。しますね。顔を出してはくれません。さらにオーバーピーク。ライディングライトのフェイク。うん、よく1キル持ったか。浴場、ファーストブラッドはレム。ただ、ガイディングライト。追いかけるラズ。ここで色を出す。トレイルブレイザーに対しても強気でクラシック詰めていきました。おそらくバンダルの弾を打ち切ったと判断してだったと思うんですけれども、ただ B サイト、ユーマックがエントリーしている。バースがメイン取ってるのケアしてますね。横からバース、2人目を見えている、ダブルキル。さらにはハンターズフューリーで時間稼ぎ。B ロング落としに行きますが逃げていくバース。なんならハンターズフューリーバースに当たりましたね。味方への熱い援護。ただここで人数削ることができたのに結局設置に対して、いやー、いいショックボルト。これは設置できませんね。大きく回っているユーマック。ただこの周りにはちょっと気づけないか、スピードが速すぎる。足音は聞こえている。いてメインだと思ってるはずです。ヘッドショット、もう一人、バースモーク抜き。タケジェがレム落としている。さらにはリコン。これスーパースライムが落ちるのかなり苦しいぞ。ユーマックのブレードストームで返しますが、そこにはクロー。設置ができない。ブラストパック、バイパーズピットの中をまるで自分の家かのようにかけていきます。レーター、ただそうですね、火力が大混戦を前方よケアで少しずつ後ろに回っていきますね。ラズラガイディングライト、タイミングが完璧だ。ただコスミックディバイドから浴場プラントを成功させています。おっと、囲まれてるから。残り1名、浴場を挟むような形。最後はタケジェです。まあ、A ショートを詰められたことによって逃げるようにシャワーから回って設置したのは良かったんですけど、やはりエリアの問題、取れているところがシャワーのみだったので、ショートを詰められていたことが。にはレータに代わりタケジェ、とんでもないところでリロードを行っています。めちゃくちゃとんでもない リロードでしたね今の。かかってこいよと言わんばかりのタケジェのメイン側にいるのは見えなかったが、おメイン側今回対策しましたよ。ディス、バス落としている。セディスのダブルキル。やめた。3-on-3。ただリテイクが早いか。フッカーを飛んでいるラズ。リテイクの動き早い。やはりこれが先ほどユキシロさんがおっしゃられたポジションを取らせてくれない動き。そうですね、この設置位置っていうなると下がるとしたら、まあ、あれはやはりそうですね、シーカーカウンターしましたね。さらにはこの浴場パラドイヤ、そしてリア右で張り付いているところを、ここはしっかり竹勢を抑えている。浴場の取り返し、竹勢進んでいくぞ。ガイディングライト返していきます。横には G ボックス、 G ボックスダブルキル、これは大きい。クロートレーター2-on-4、チャンス到来。アイシックルコンフリクト、ね、初めてランプ側、ショート側、そしてシャワー側、全てのエリアを取れています。そして甘えはありません。お互いは顔を出さずに相手のアクションを待っている。レイターもオペレーターなのでちょっとリテイクが難しいぞ。ランプに張り付いているのはユーマック。ここにはクロー。浴場を取れているのが大きいでしょうか。うお、なんだその動き。残り時間は少ないですが、グラビティウェル、ちょっと焦ったか。ショートパー、残ったら G ボックス。うわ、判断が早い。リテイク成功、2-on-4クラッチ。うわ、さあここはコスミックディバイド、面白い分かたれ方。
ここはユーマックはファーストブラッド。そうですね、爪読めてましたね。パラノイア、うまい、テイルウィンド、アップドラフトの合わせ技。ラズが1キル返しているも、ユーマック勢いが止まりません。エルボー、ここはいや、このラウンドは意地でも取らないとまずいですよ。バイパースピットも来ていきます。もちろん前半最終ラウンド、アルティメットを惜しんでる暇はありません。お、中古はめてた。バイパーが落ちるとまずいですからね。だ、レーター、はい、レーター、バイパースピットはレーターの家ではありません。ビーロンからディス、うん、これハンザスフィール見ないですね。さらにはユーマック、黒を落としている。ユーマックとしては時間稼ぎや。解除に入りますが、そこにはハンターズフィーリーがもちろん帰ってきま す、ね、そしてスポーン側のレム、ここは無理には顔を出しません。これで時間がもう なくなりました。うん、よく。さあ、後半ラウンドがスタートしました。試合の開幕、トキシックスクリーンはランプから浴場の入り口を切るようなスクリーン、これはリテイクにも使えるスクリーンですね。そうですね。ファーストブラッドはレイター、浴場です。バイパーが落とされました。左側の位置の方を倒されましたね。グラビティベルト、ガイディングライトの合わせなんですけども、スター警戒されていましたね。いや、これバイパー落ちると結構まずいですよ。リテイク、そして遅延が苦しくなってしまう。そうですね、ここを切っておくことによって設置阻止っていうのも狙ってましたからね。ショートの1ミリ、ディスの HP が削られます。さらにはサイトラ、ペイントダウン。浴場詰め、レーター警戒している。ユーマック、打ち勝っていく。ただここで設置が通ったので3対4。まあ正直ファーストラウンドは後ろに下がる必要がない。ハンドガンどうしてもね、遠距離が得意じゃないので、ランプを取っておけさえすればなんとかなるだろうという。このランプ、特にアストランドスターが重要でしょうか。ただ全員ランプというわけではなく、人数有利なのでタケ J はフリーに動いてますね。珍しくリコンがあさっての方向に飛んでいきました。ガイディングライト、いやー、対応しているクロー。ただユーマック G ボックス機能を取っている。ランプのバース、倒しきれない。ワンツータケジェは浴場を回っている。裏を取ったタケジェ、ヘッドショット。ゼータディビジョンは全員がエビアマ抜いた。お、一瞬見えたとこ抜いた。アルティメットオーブ取得を許しません、タケジェ。そのまま B ロングのコントロール。さらにはこのペイントダウン、ピンポイント使わせましたね。浴場のコントロールはレイタ、ラス。いや、ユーマック積極的に A ショット詰めてるぞ。この A ショット詰めはかなり大きい。浴場裏を取れている状態。ただその間に B 側に侵入、いやー、ラズが裏を見ている。いや、どうしてこの状況で裏を警戒できる。シェリーで落としていく。 G ボックスで黒を落としているが、 A 側のコントロールはゼータディビジョン。ヘブンにいるティス、重要な立ち位置。ちょっとタケシェも難しいポジションですね。ここはレータ、残ったのは G ボックス、武器はスティンガー。いやー、 B サイト、タケシェが入り込んでいる。うわー、ナイフのタイミング。そこに一人だけフリーに動いていたタケシェ。